油絵って、姿形を変えることもユニークならでは の、その生きている変容なんじゃないかなと思っていて、365枚以上描いたってことですか？それ。そうですね、結局そうなってくるんですけど、数えるのがちょっと怖いぐらいの感じに。今回のピックアップアーティストは水戸部七恵さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。水戸部七恵さんです、はい、一斗缶に入った油絵の具をそのまま手で掴んで描く重厚感のある厚塗りの絵画で知られています。もともと著名人をモチーフにしたポートレートを制作されていましたが、2014年のアメリカ滞在をきっかけに匿名的な顔を描くデフスシリーズ、また最近はロックスターを描いたロックシリーズを発表され、現在高い評価を集めていらっしゃいます。映像で見てる方がどこまでこれを分かるのかっていう話ですけどね。確かに正面からだと、この立体と、あと、もうここにいるのに油の匂いがすごいですよね、これでは生ぬるいぐらいですか、この匂いで。いや、私もう鼻がぶっ壊れてるんで匂い感じないんですけど、はい、ポートレートシリーズから、匿名性のある、人物の顔なんですか？そうですね、デプスシリーズに関しては私がもともとアメリカで滞在制作をしていた時に発想した抽象絵画的なシリーズなんですが、かなり匿名的な、顔っていう概念っていうものをかなり抽象的に、目とか鼻とか口っていう人の顔のその特徴っていうものを省いた作品で、こういった作品は人物のモデルがいたりとか。あ、これはモデルがいるんですね、はい、これは教会音楽の、ゴスペルとか、その教会音楽の中に女性の喘ぎ声を入れたりした、ちょっとなんかロックな要素が詰まった教会音楽を作ったミュージシャン。今もその匿名性というものからはまたそのある人物というものにフォーカスを当てた、そうですね、ポートレートというか、ものになる、最近本当アートシーンが、とても日本のアートバブルって呼ばれるぐらい、ゾンビフォーマリズムって呼ばれるような状態というか、マーケットのシーンでそれに影響されたアーティストの作品がすごい横行しているっていうので、なんか絵画ってとても流通しやすかったり売れやすかったりっていう風な現状があって、それは自分の現代アートとは少し違う価値観で動いている絵画の現状っていうのがあって、それをかなり問題的に捉えた上で少しポップな装いというか、デビッド・ボーイとかクイーンとかそういった有名な人を描いて、一般的には分かりやすいものにはしつつも、絵画 その本質的なものとか芸術の本質的なものはこうだっていう入り口になるような作品になったらいいなと思って、ロック・イズ・デッドっていうシリーズをやっています。その目とか鼻とか口とか、そういうそのいわゆる顔として、認識できる要素というものをある抽象化させる、それでそれをポートレートとさせるっていう、あえてやっぱそこに顔というものにこだわり続けるっていう、なんかそのモチベーションっていうか、それはどういうところですか？もともとコンプレックスは自身に強かったし、そういったものが原動力となって顔っていうものを描き始めて、むしろ苦手なモチーフで嫌なモチーフだったんですけど、あえてそこに芸術性っていうのを見出して取り組み始めたんですが、それを個人的なものっていうふうにしたくはなくて、鼻が高いなとか低いなとかっていう、そういう外部の捉え方っていうのは必ずあって、それによって起こる暴動的なものとか顔におけるその政治的な問題とか、そういうもう少し自分の中で解釈を広げられたらなと思っていて、人生の波があるような人物を描きながら、そういった表面的なものだけじゃない何かを伝えられたらなと思っています。今は一斗缶で絵の具を購入してわーっと描いて制作してるんですが、油絵って、私が死んでも一生乾かないちょっと厄介な素材だったり、実はすごく重かったり、先ほどおっしゃってたように匂いもきっと放っているんだろうと思うんですけど、そういったものってなんか複製できなかったりだとか、時代が変わるによって、ひびが入ったりとか、経年的な劣化みたいなもの
が見えると思うんですけど、そういったもの自体が、まあ、姿形を変えることもすごい面白い芸術的な要素だなと思っていて、うんうんうん、ユニークならでは の, まあ、その生きている変容なんじゃないかなと思っていて、うんうん、そういったデメリットな部分も含めて私は面白い素材だと思ってます。うん、普段本当にもう床に置いて高さが1メートルぐらいとかありますよね。まあ、一番大きい厄介なやつだと140センチぐらいの子どもの身長ぐらいの絵の具の厚みで1トンぐらいの絵を描いたことがあって、まあ、それはこうなるとは自分でも想定しなかったんですけど、もうわーってやったらこうなってしまって、まあ、それが結果愛知県美術館で展示させていただいたときに、まあ、絵画じゃないよねって言われることもあったりして、それは当時ショックだったんですけど、まあ、それはそれでそういった解釈もあるんだなと思って、まあ、もともと絵画原理主義から大学の当時から研究対象というか、ずっとそういう純粋な絵画とは何かっていうのを実はやってきている中で、例えばモナリザでもうっすら絵の具が乗っていて厚みもありますし、ゴッホとかでも1センチぐらい厚みがあるし、その差で絵画かどうかって判断するのは、まあ、自分としては判断ではないなとは思っていて、まあ、その中で最近はそのロックのシリーズに関してはギターをくっつけたりとか、うんうん、絵画原理主義からすると破門されるレベルのことを実はやっていたり、うん、なんかデリケートな感じではあるんですが、うん、結構そういうなんか安心して絵を描くみたいなものってあんまり自分では良くないというか、どうしてもなんかハラハラしたい、まあ、それちょっとリスクを取ってやりたいという意識で、カモンベビーって書くこととかギターをここにガッてつけることで、うん、あいつらに何か言われんじゃねえかみたいなドキドキを持ちながらそうですね、なんか結局なんかいい絵を描くっていうのが、例えばインテリアとしていい絵だねっていうものに対して自分は芸術性を感じないので、その問題提起をしたかったりっていう欲求があるからこそ、絵画っていうものが、まあ、現代アートとして成立していて、それが装飾的なものとかインテリアみたいなものっていうのはもう自分の中の価値観とは全然違ったもの、同じ絵ではあってもそっちの方が全然違うものなので、自分の中で新しいものとか新鮮なものを追求したいと思ってます。制作風景や展示の様子も映像であるみたいなので、物量すごいですね。はい、これ東京オペラシティの展覧会で今廊下の、はい、展示なんですけど、まあ、これピクチャーダイアリーというシリーズなんですけど、1年間くらいかけて、うん、まあ、去年ずっと絵日記っていうものを作っていて、はい、まあ、去年はもうオリンピックだったりとか、いろんな国でいろんなデモが行われたりとか、わ、まあ、いろんなニュースがあったので、はい、すげえ顔だ、顔です、これマリリン・モンローです、はあ、あ、いいですね。まあ、1日たくさん流れるニュースを書きながら、自分 の, その石膏像が結構くっついているものが多いんですけど、うん、まあ、そういうちょっと白人至上主義的な問題や、その今の美意識みたいなのが、まあ、例えば白だから美しいっていう概念とかが、まあ、もうすごいレトロに感じているので、それを破壊した上で色をくっつけるっていうことをやって、まあ、完全に純粋絵画としてはちょっと離れたような行為を今回メインに展示しています。世界中のニュース見てるのでめちゃくちゃたくさんニュースがあるんですよ。1日1枚だけだと足らないぐらいなんですよね。相当な枚数書いてるなという気がします。365枚以上書いたってことですか？それ。そうですね、結局そうなってくるんですけど、数えるのがちょっと怖いぐらいの感じに。今年の秋からパリに行かれるみたいなお話は聞いたんですけど、はいはい、留学という形ですか？はい、そうですね、もともといろんな国に行ってたんですけど、うん、まあ、年間3ヶ月ぐらい行ってリサーチしてっていうのを繰り返していたんですが、今回芸大の期間を使って、うん、半年ほど行けるような形になって、いいですね、はい、
まあ、その9月までの間もまだ半年以上ありますけど、はいはい、今日本での展示予定とかはあるんですか？はい、3月にあの有楽町のその間っていうスペースでヤンツーさんと2人で公開制作っていう形で、まあ、ヤンツーさんってロボットで絵を描かせるみたいなタイプのまた別のタイプのアーティストの方と2人で何ができるかっていうことをやったり、はい、あとはあの4月にオケッタコレクションっていう青山スパイラルであの展示予定だったり、うん、まあ、なんか銀座ツタヤの方で目白押しですね。目白押しで、はい、ぜひよろしくお願いします。これを見た方はぜひぜひあの楽しんでいただければと、うん、見ていただければと思います、うん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。水戸部さんの作品はミートアートのオンラインショップで特別販売されますのでぜひチェックしてみてください。以上、ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。ありがとうございました。